どすこい深夜のこっそり食堂です。皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。俺今日は言えたぞ今ですね、私ですね、はい、これね、中央アーケードにいます。それでこっち側が中央広場ね、まあ、いつもと同じフレーズですが向かっております。今日は二日酔いではありません。超元気にしております。いやいやいや、今日暑いね。なんかね、群馬35度みたいですよ今日。でも35度あるようには感じないんだけどね、そんなに暑くねえな、湿気がないんかな今日はな、で結構ね、アーケードも今日人がねいっぱいいますしね、活気づいております。でね、今日今向かってるのはね、オリオン通りね。オリオン通りはね、行き方がいろいろあるんですけども、わざとね遠回りしてますちょっとね、街の風景を見てほしいなと思ってね、お弁当バルさんね、お弁当バルさんの弁当美味しかったよな、見えるが逆光かな、大丈夫かな、よし、スズランがあってね。いやいや、今日天気もいいしな。そうだそうだ、コミュニティで、ちょっとお伝えしたんですけども、多分ですね、8月の半ばぐらいからうちのね娘2人とね3人でキャンプ動画始まります。もうね、やっぱりね、こう子供たちとね楽しむね、こう家族のなんていうかな、このキャンプというね、家キャンプね、やっぱりね外に行って大々的にやるのも結構大変なんですけど、やっぱり家でね、そのプチキャンプを楽しむと、そういうのは結構ねありだと思います。でね、始まりますんでね、概要欄の方にですね、チャンネルの新しいチャンネルの URL 貼っときますので、登録していただけませんでしょうか。もう登録していただけると、あとは通知がベルマークを押してもらえば通知がいきますので、それでスタートさせていただきたいと思います。もちろんこっそり食堂はそのまま継続いたしますので、よろしくお願いします。あ、来ました来ました、オリオン通り、はい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 、これね、オリオン通り、まあオリオン通りさんでね有名だって言ったらね、二郎さんありますね。ね、わ、今日もいい匂いするね、ラーメン二郎さんね。よし、あ、オリオン通りはね結構ね涼しいですよ。じゃじゃん、はい、今日はですね、とんかつ大野屋さんに来ましたね。これほら、この白とんかつね、この低温で揚げる方法なんですけどね、まあ、ちょっとね、そうだな、ちょっと中に入っていきましょうかね。じゃあ入っていきましょう。よいしょ、なるほど、すごいシックなお店ですね。とんかつ屋さんのね、嫌な匂いはしないですよ。綺麗な匂い、澄み透き通った匂いがしますね。こちらが定食になります。はい、あ、これが定食ですね、はい、で、あとこちらと、あ、カツ丼だ、こちらも、あ、新商品、新商品、はい、ふわー、これは迷うな。冷たいお茶、あ、冷たいお水と、はいはい、熱いお茶どちらに、あ、冷たい水で、はい、すいません、カウンターでお願いします。お、メンチ、メンチ、あ、これメンチもやばいな。カツ丼どうなの、やばくないですか。これ新商品ね、新生姜焼き、あー、これもやばいわ、うまいやつだ。あ、これで、お、これ一品料理もありますよ、これね。おー、いや、これはすごいな、これ、あ、ここで結構飲めるんだね。なるほど、お酒とかね、焼酎とかこうありますね。今っていっぱいあるな。結構ある。あ、身丈もあるしね。やっぱりロースカツかな。王道だよね。すいません。ロースカツランチの180g で。はい、群馬県産で、はい、ありがとうございます。じゃ、こちら、はい、いいですか、ありがとうございます、はい、いやーね、早速コーラも頼みましたんでね、今日はね、いやー、とんかついいよね、夏場にとんかつもありですからね、やっぱ体力をね、べっとつけてね、で、口も回ってる、回ってるね、大丈夫大丈夫、
やっぱね、炎天下をね歩ってくるとね、結構ね頭がモヤモヤするんですよ。ちょっと飲んじゃおうかな。はい、いただきます。皆さん、これ水のことなんて言いますか？僕らはね、鉄管ビールって言うんですよ。これ鉄管から流れてくるから、一応鉄管ビールって言ってね、昔ね。よっしゃー、コーラが来ましたぜ。じゃあちょっと夏場のコーラいただきます。夏場のコーラってうまいな。はい、今ねランチのねセットが来たんですけどね、これがね長芋ね漬けたやつですね。それにわさび、もじおだな、で醤油、甘口、辛口のこれソースですね、ドレッシング。これドレッシングはこの赤いの何ですか？これはね、紅くるりという赤大根です。へー、あ、大根のドレッシング。ね、で、これがカリフラワー。カリフラワー。へー、面白い。ね、はー。こちらも。ありがとうございます。へー、いいですね。結構いろんな感じで食べれるのがちょっといいね。うわ、美味しそう。あ、ありがとうございます。へえ。紅くるり。あ、でこちら。もう一回いいですか？紅？紅くるり。紅くるり。大根ですって。赤い大根。赤いのね。香辛大根みたいな。周りがね、赤くて、で中はやっぱり少し白っぽい。面白い。こちらがカリフラワー。これカリフラワー、ありがとうございます。どちらもね、なかなか出てこないんで、逆さまに。わかりました。ありがとうございます。はい。どちらもお試しください。ありがとうございます。あとわさび醤油をぜひ。あ、わかりました。もう一発目、はい、やらせていただきます。はい、よし、来ました。ちょっとセッティングも完全です。はい、じゃあね、食べていきましょう。いやね、やっぱりね、とんかつはね、大きい方がうまいんでね。ロースね、とんかついただきたいと思います。これすいません、これ色がやっぱりそんなにこう焦げ焦げしてないのは、やっぱこう低温かなんかで。そうです、特別に作っていただいてて。へえ、普通ね、抑えて。ほほほほほほ、うわー、これはうまそうだ。これは中がピンクでございます。これまず最初わさび塩からいっちゃっていいですかね、じゃあね。じゃあちょっと塩でいきましょう、はい、いやこれは中ピンクですよ、これ。いやー、美味しそう。いただきます。はい、甘い、柔らかい。これうまいわ。わさび醤油で食べてみましょう。うまい、これめな。わさびでは美味しいです。美味しい。結構それでハマる人です。うん。それだけください。いや、とんかつもソースも美味しいけど、醤油も美味しいですよね、意外とね。でもね、やっぱり普通のお醤油と違うからね、とんかつになってて。なるほど。ね、なんだ、ちょっと濃いんだね。こう色も濃いですしね。ね。一番気に入るのはこの中がピンクっつうのがいいよな。な、うん。じゃあちょっとこれやっぱ甘口でちょっとやってみるか。これな。これで。な。めっちゃ弱いんだけどこれ。うめ。うん。うん。蒸しもうまい。やばいな。とんかつって結構ね、味が濃いと思うじゃないですか。これ、これね、ここのね、大野屋さんのはね、めっちゃさっぱりしてる。びっくりした。これね、胃もたれしませんよ、これ多分。なんか おしゃれなとんかつっていうよりも、なんかこう、なんか極めたんだなっていう感じ。よし。でね、今日お味噌汁。ね、ズッキーニと豆腐と、あとそら豆。ね、面白いね。のこのこ。しゃれてるな。ちょっといただこう。うん、赤だしね。
うん、美味しい。今ねお客さんちょっといたんですけどね、ありがたいことにご登録者様でした。本当こういうの嬉しいですよね。本当にやっぱね美味しいとこにやっぱり皆さんいるね嬉しいね、声掛けてもらって。いや本当ね、ちょっとねまたちょっと話戻しますけど、なんかちょっと概念というかちょっとこのとんかつのこのギトギトっていうイメージはないね。もうそして柔らかくてさっぱりしてて、で肉の甘みとかすごい感じる。うん、あこりゃめオリオン通りに名店ありですよ。びっくりした。いつもね実はね気にはなってたんだけどね、うん、本当に表の衣はサクッとしてでね、油がねなんかその油って言ったら失礼なんだよね、本当にこれ女性なんか本当すごい多分うわーってなりますよ。えらいうまいから。うまいっていうのはねこう自分に合ってるとかじゃなくて、その食べた時にこの体でスーッとこう吸収されるうまさっていうんですかね、うん、で全然豚臭くもないしね、うん、ただちょっとね献立でっていうかねメニューで気になったね、究極のメンチカツっていうの、あれちょっとねプライベートで食べに行きたいなと思ってるんですよね。いやーこれびっくりした。あそうだ、このドレッシングのためないと、このちょっと真っ赤に燃える、これいいな、これちょっとかけてみよう。ちょっといただきます。あこれなんかさっぱりしていいっすね。美味しい。もうザ手作り。ああああ、はい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 、うーんうまっ。めっちゃさっぱりする。なんかねいろいろ季節ごとにドレッシングが変わるみたいですよね。え、そういうのも面白いね。めっちゃクリーミーだし美味しい。これ店主さんのね今熱い思いをね聞いてたんですよ。いやーこだわってる。実際やっぱ食べてみて、いやまさかねオリオン通りにねこんなお店があったとは思わなくて、まあ気づいてはいたんですけど、本当に全然もう3枚4枚ぐらい食えるかな、そのぐらい美味しいですよ。さっぱりしてて、もう皆さんねちょっと酒も飲みたくなるんでね、これねまあ本当ね騙されたと思って来てみてください。ちょっとびっくりしますよ。ああなるほどねって思います、うん、というわけで今日もですねたくさんいただきました。本当ごちそうさまでした。そしてですね撮影のご協力ありがとうございました。いやー美味しかったな。それじゃあまた次回プピ、次は伊豆越え。じゃあまたね。とんかつうめえな。